はい、こんにちは。今回は残酷で情け容赦のないボクシングの試合を紹介いたします。The Duke Morrison, Merciless Ray Mercer。 荒れた家庭で生まれ育ったトミー・モリソンはアマチュアで220勝しますが、オリンピック予選の決勝でレイ・マーサーに敗れプロデビューいたしました。プロ入り後28戦全勝、24KO をマークし、アメリカの大人気映画ロッキー5に出演するなど大人気を誇り、1991年10月にアマチュア時代に敗れたレイ・マーファーの持つ WBO 世界ヘビー級王座に挑戦いたしました。一方、王者レイ・マーファーはアマチュア時代にオリンピックで金メダルを獲得し、プロ入り後無慈悲の異名で呼ばれ、全勝で世界王座に戴冠いたしました。試合はトミー・モリソンがアマチュア時代の借りを返すべく序盤から圧倒し、連打を上下に効果的にヒットさせました。王者レイ・マーサーは4ラウンドの中盤からようやく反撃し、5ラウンドに右のカウンターパンチで形勢を逆転させ、連打で意識を奪い、その上少なくとも5発以上無防備な顔面にヘビー級のパンチを炸裂させました。世界王者プリモ・カルネラは205センチ120キロの巨大な体格で動くアルプスと呼ばれ、後にプロレスラーに転向いたしました。カルネラの持つ世界ヘビー級王座に挑むマックス・ベアは、身長は189センチと小柄ながら、39勝のうち29の KO 勝利を数え、大半が2ラウンド以内に倒している強打の持ち主でした。マックス・ベアは、巨大なカルネラを相手にうまく距離を取り、距離が詰まるとパンチを浴びせダウンを奪っていきました。小柄なマックス・ベアは王者カルネラを一方的に打ち続け、時には相撲やレスリングのように押し倒し、2年前には対戦者が亡くなったほどのパンチを荒々しく振るい、動くアルプスから合計11度のダウンを奪いました。カルネラがダウンをしてもマックス・ベアは追撃の手を休めず、さらに逃げるカルネラを追っかけ回し、パンチを浴びせ続け、試合は残酷ショーの様相を帯びてまいりました。
伝説のボクサーロベルト・デュランでさえハーンズの右の打ち下ろしとマシンガン・レンドの前にはなすすべがありません。デュランは合計119戦しておりますが、デュランをここまで攻撃したのはヒットマン・ハーンズだけなのでした。1990年4月、元 WBA 世界ヘビー級王者マイケル・ドークスが持つ WBA インターコンチネンタルヘビー級王座にドノバン・ラドックが挑戦いたしました。45戦のキャリアを誇る王者ドークスに対し、挑戦者のラドックはリーチ208センチから繰り出すスマッシュで KO 量産し、5年間負けを知りません。試合はドークスのスピーディーなパンチとラドックの切れ味鋭く破壊力のあるパンチの応酬で、攻守がたびたび入れ替わるスリリングな展開となりました。迎えた第4ラウンド、ラドックが王者ドークスをコーナーに詰め、スマッシュを炸裂させ、ドークスの意識を刈り取り、さらに強烈なパンチを追撃いたしました。世界ウェルター級王者ベニー・パレットは2度目の防衛戦にエミール・グリフィスを迎えました。技巧派のグリフィスはロビンソンの再来と呼ばれており、王者パレットにとって困難な対戦相手でした。グリフィスは6ラウンドのダウンから回復し、12ラウンドに強烈な右フックを当て、そこから30発近く連打を叩きつけるのです。試合前の計量時に王者パレットがゲイを意味するフラングを使って挑発したことがグリフィスの闘志に火をつけたと言われているのです。当時アメリカでは今以上にボクシングの人気が高かったのですが、この惨劇が大きな問題になり、ボクシング禁止論まで飛び出したのです。